ロサンゼルスドジャースが5月2日までに、2022年6月の登板以来、トミー・ジョン手術のため離脱していた右腕投手のウォーカー・ビューラーが5月7日以降に復帰することを、ドジャース専門メディアドジャーズネーションなど複数米メディアが報じた。復帰前の調整期間にビューラーが所属していたドジャース傘下 AAA 級チーム、オクラホマシティドジャースも公式 X で反応し、ウォーカー・ビューラーは、最新のリハビリ登板で5イニングを投げ、1失点、5奪三振を記録した、と綴り、マイナーリーグでの圧巻投球を伝えている。剛腕ビューラーの復帰に SNS 上で、キングが戻ってくる。大好きな投手が帰ってくる。ついにエースの一人が復活。などと、ドグンファンから歓喜の声が上がっている。ビューラーが戻って、カーショーが戻って、大谷が戻って、グラスノー、山本由伸、パクストンが健在。さらには勝手もいるし、かなり先発陣の駒が揃うな。夏にはカーショーも来るとなると一気に豪華なローテーションになる。ビューラーの復帰はでかい。鬼に金棒やな。ドジャースはあんまり好きじゃないけどビューラーは大好き。ビューラーはドジャースで一番好きやからな、嬉しい。ついにビューラー来た。ここにカーショー、来年から大谷も。どんな決よ何年ドジャース。さらに来年は大谷翔平がピッチャーで二刀流復帰して投げたらドジャース黄金時代が完成することになるな。このタイミングでビューラー来るのか、ドジャースからしたら心強いな。ビューラー早く戻ってきてほしいわ。本当に打線爆発してドジャースが勝ってほしい。ドジャースのローテにビューラーが帰ってくるなら代わりに外されるのはグレイシアという風潮。大谷翔平、ビューラー、カーショー戻ってきた時がやばいな。グラスノー、山本由伸の5人。今のドジャースって投手陣が微妙すぎるから、やっとここからが本番って感じ。大谷翔平、山本由伸、カーショー、ビューラー、グラスノー、ミラー、ゴンソリン、メイ、ストーン、シーハン、豪華すぎる。